尺八を吹く、巨無像。巨無像とは、全州の一派である普華州の僧のこと。普華州は、中国の普華を外し、日本には、臨在州の僧新寺革新が中国に渡り、普華の法径の長三日間武器商の奥義を受け、長三の弟子、宝福ら四人の古事を伴い、県庁六年に帰国し、黄浦の広告時に、普県を設けて住まわせたことに始まる。古くは、 コもそうということが多く、元ザガ用のコもを腰に巻いていたところからという。虚無像は、そうと称していながら啓発しない、半層半俗の存在である。尺八を吹き記者を恋ながら、諸国を案略修行した右髪の僧とされており、多く、小袖に餌をかけ、深編み傘をかぶり刀を大した。はじめは普通の編み傘をかぶり、白衣を着ていたが、江戸時代になると、 徳川幕府によって以下のように規定された。宅発の際には藍色、またはネズミ色の無紋の服に男帯を前に結び、腰に袋に入れた予備の尺八をつける。首にはお袋を、背中には袈裟をかけ、頭には天外と呼ばれる深編み傘をかぶる。足には五枚重ねの草履を履き、手に尺八を持つ。旅行時には藍色の綿服、足半、こうか甲け、 わらじばきとされた。なお、よく時代劇で用いられる、明暗と書かれた、下箱は、明治末頃から見受けられるようになったもので、虚無像の姿を真似た門付け芸人が用いたもので、あるの所属であるという程度の意味である。江戸時代には、皇室の裏門である縁に53の霧の門が入っており、明暗などと書かれてはいなかった。江戸期においても偽の虚無像が横行していたが、偽虚無像も、 皇室の裏門を用いていたようである。慶長19年に成立したという、慶長起手書には、武者修行の修問と心得て、全国を自由に往来することが、徳川家康により許されたとの記述があるが、原本は、徳川幕府や、吹家宗本山である一月寺、霊法寺にも存在しないため、義書ではないかと疑問視されている。罪を犯した武士が吹家宗の僧となれば、 刑を免れ保護されたことから、江戸時代中期以降には、幽闘部来の都が、虚無僧姿になって横行するようになり、幕府は虚無僧を規制するようになった。明治4年、明治政府は、幕府との関係が深い府家集を廃止する大上官布告を出し、虚無僧は僧侶の資格を失い、民籍に編入されたが、明治21年に、京都東福寺の達中の一つ全年を、 明暗寺として明暗協会が設立されて虚無像アンギャが復活した。自宅に訪れた虚無像への記者を断るときには手の内ご無用と言って断る。江戸時代らしさを演出する市中、街道の通行人のほか、深編み傘で素顔が見えない点を活かして暗殺者や隠密、武士が本当の身分を隠して行動するときの姿として登場する。 尺八を鳴らしながら近づいてきた虚無像の一団がすれ違った瞬間に襲いかかるといった場面が典型的である。ありがとうございます。